今回の 4K ドローン映像伝送の実証実験には3つの新しいテクノロジーが導入されています。まず1つ目は世界で初めてドローンにこちらの指向性アンテナを搭載したことです。今回私たちは横と縦に動くアンテナを GPS や画像認識を行うことによって、相手に向け合うような技術を開発しています。10台のドローンが遠くの地上局と通信するだけではなくて、ドローン同士がお互いに電波で邪魔をされないようにアンテナの制御を行っています。2つ目は映像伝送にMIMOの空間多重伝送を活用していることです。我々光電製作所は今回ドローンからの映像伝送する機器の無線部の開発を担当させていただいています。向こう側の水平変波のアンテナ、こちらが垂直変波のアンテナということで、仰角方向に非常に鋭い指向性を持ったスロットアンテナを開発いたしました。水平変波と垂直変波、2つの変波を使ったドローンからのMIMO伝送を実現して、5キロからのですね 4K の映像伝送を達成することができました。3つ目はこちらのドローンの映像伝送とこちらのドローンの制御伝送に同じ周波数チャンネルを用いていることです。これによって高い周波数利用効率を実現しています。こちらにあるのが地上局からの送信に使うアンテナになります。地上局からこのアンテナを使ってですね、ドローンに対して、無線で、制御信号を通信するという、こういった送受信が行える 4K 映像を伝送するシステムというものの開発を行うことができました。